Amor, pode arrumar a casa? Quando eu botei playlist, arrumar casa, já apareceu arrumar casa bagunçada. Meu Deus! Música para limpeza. Música para passar pano. Playlist para varrer. Playlist para lavar louça. Música de feijoada. Jazz para jantar. Festa de tarde. Música de sábado à noite. Playlist de música de praia no domingo. Casamento no campo. 最初に異変に気づいたのは、ブルーノにちょっと部屋片付けて掃除してって頼んだ時に、なんかね、30分くらいしてもね、全然音もしないし、あれ何やってんだろうと思って様子見に行ったの。そしたら、このパソコンの前でなんかやってんの。何やってんだろうと思ったら、音楽を選んでるんです。ブラジル人ってなんか音楽がないと作業ができないみたいで、家の建築してる時も作業してる人はね、必ず携帯でなんかプレイリストを鳴らして音楽聴きながら、まあ時には歌いながら作業するんです。もうとにかく何にしても音楽がないと作業ができない、そういう性質みたいです。だからブルーノにちょっとしたこと頼むのも、なんかね、頼んでから、この音楽を選ぶまでに結構時間がかかるから、もう自分でささってやっちゃった方が早いっていうね、学びました。で、その部屋の掃除以外にも、ご飯食べるときにブルーノに、ちょっとおしゃれな感じの音楽が聞きたいとかって言うと、ジャズ para restaurante elegante。エレガントなレストラン用のジャズとか、そういうプレイリストを探すんです。で、タタタタって打つと、もうね、そういうリストが出てくるから、決してブルーノだけじゃなくて、他にもそうやって検索するブラジル人が多いんだなって思うんです。あと週末にシュハスコとかのうちわの家でやるパーティーとかの時に、なんか音楽を流すんだけど、そういう時も結構みんなこだわりがあって、なんかプレイリスト流してると横からなんかちょっとあれ流してくれないとか、ちょっと自分見てみてもいいとか言ってプレイリスト変えられたりとか、結構ねみんなその音楽プレイリストに対してうるさいんです。まあ、というわけで今日はブラジル人の再生リストの検索方法、前からちょっとシェアしたかったんです。今日の動画、へーそうなんだって思われたらぜひいいねを押してください。チャンネル登録もよろしくね。じゃあね、チャオチャオ、ベージュ。